女っなしは2011年のフランスの短編ドラマ映画。監督はギオーム・ブラック。出演はバンサン・マケー・ニュトロール・カラミーなど。ブラック監督のデビュー作である短編映画《遭難者》に登場した男性シルバンを主人公にしている。2011年4月に開催されたブリーブ映画祭で初上映されヨーロッパグランプリを受賞している。 日本では2013年6月に開催されたフランス映画祭2013で上映された後、同年11月から遭難者との閉営で劇場公開された。独身の中年男シルバンは海沿いのチオルトで暮らしている。ある夏、一組の母子がバカンスで町を訪れる。本国フランスではロングランヒットし、批評家から好意的な評価を受けた。 アロシネによれば、フランスの16のメディアによる評価の平均点は5点満点中3。発展である。藤井き美子は、ギオームブラックの登場は、単に最近の注目すべき話題であるばかりか、この何十年というスパンで、フランス映画界に耐えて久しかった事件であると少しの迷いもなく断言すると絶賛した。オンダヤス子は、本作が忘れられて生きる者の,の切なさと、 忘れて生きるものの後ろめたさの両方を感じさせると述べた。マスダケイコはエリック・ロメールの作品がバカンスを描くのに対して女っ気なしはバカンスをもてなす人間の日常を描いていると指摘した。ありがとうございます。